し。はい、お疲れ様です。時刻が9時27分。はい、昨日一昨日の続きです。竹原三部作竹原由紀三部作の今日は最終話になりますかね。まあ大したことしませんけど、今コンテナ設置が終わって、引き上げに向かうんですけど、引き上げの時間がね10時なんですよ。10時から10時半の間に時間指定なんで、ちょっとまだ30分以上時間があるんで、近くのね道の駅竹原、そこでちょっと泊まってトイレしたりね、コーヒー飲んだりちょっと小休憩しようと思います。はい、まあ多分この引き上げの現場終わったらね、また休みなしで今日夕方まで働くことになるんで、はい、束の間の、ちょっと休憩をしておきたいと思います。で、道の駅竹原からその引き上げの現場っていうのがもう近いんですよ。多分車で5分ぐらいなんでちょうどよかった。ずっと前々からね、道の駅竹原は行きたいなって思いよったんで、やっとちょっとぶらりと立ち寄ることができそうです。全くね、どういうところかとかねリサーチしてないんで、はい、行き当たりばったりなチャンネルなんで、このジーコチャンネルはね行き当たりばったりなチャンネルなんで、ここは国道432号線メイン通りでしょ。これを一本入った道はね、ほんと狭くてね、昔ながらの建物が立ち並んでて、なかなか趣のある通りなんですけど、今出てきました。そっから一旦広いところに出てきて、竹原の人はみんなマックはここに来るんですかね。はあ、はあははあ、橋を渡って右折か。これ右車線におらんときのかな。三原方面に向いて走っとかんときのかな。ここでいいよね。もうこの先の方なんですけど、ああなんかにぎやかそうな上りが、旗が立ってるのが見えるわ。あっこか。あ、書いてある道の駅竹原って。はいはい、着きました。あ、もう一個先からね。あー、はいはい、あるある。あ、ソフトクリームがあるね。オライ、俺は普通車の方行けばいいよね。もちろん駐車場は無料。ははは。はよいしょ。この前向き駐車か、ここ。前向き駐車はあれだから、こっちへ止めようか。よいしょ。はい、到着。ピシッ。おお、なんともまあ。すごいね、木山商会ブリヂストン自転車、木山商会。
あ、ただいま留守にしておりますということですね。はいはい。あのね、レストランもね、まだ開いてませんでした。まだ開いてないんか。中はね、特産品というか、あの野菜とか漬物とかね、あとまあお土産みたいなものが普通に売られてました。へー、町並み保存地区、もうこの辺が一帯がもう町並み保存地区になるんかな。左側歩こうか。なんか無電柱か電信柱がなんか全部取り除かれたみたいですね。うん、まあ、まあ狭い通りだとやっぱね電信柱があると大変ですから。そう、今トイレ行ったらね、あの張り紙がしてありました。確かに電信柱がない、この先の方もね。あまりまあちょっと遠くまで行きませんけど、確かにないね。まだ店が開いてないね、どこも。20焼き。あ、この先の方歩いていきたいけど時間がない。時間がない。今道の駅竹原の周辺をぐるぐる歩いてますけど、おおおお、よいしょ。いやー、ほんまね、今の手積み、あのコンテナ設置ですけど、わやくそでしたよ、ほんま。2.5 リューベあった、廃材が。どうしようか思った、ほんま。たこ焼きは売っとんかな。ね、たこ焼き屋さん。さ、特に何も買うことなく戻ってきましたけども、ぐるっと一周してね。こんにちは。我がアームロールが見えてまいりました。そろそろトラックへ戻って現場へ向かいましょう。暑い。はい、現場出ました。10時23分です。ちょっと、ね、現場着いてからね10分ぐらい監督さんが来るのを待ってました。10時ジャストに着いたんですけどね。はい、まあ、そこから引き上げして、もう積み荷がね、もう底が見えるぐらいすっかすかでした。コンマ5ぐらいしかないです。 0.5 リューベぐらいしか入ってないです。ここでカバーシートね、かけてあったんですけど、もうそこに水が溜まり上げとってからね、多分その水の方がね重たいです。で、まあその水を全部ダーッとね、引き上げるときに一回流して、はい、で引き上げ作業をしました。そうそう、明るいですよ、ほんま。うん、空気背負って走っとるみたいな感じですけども、はい、よいしょ。あ、これで竹原工程が終わりですね。まあなかなか本当濃い午前中ですね。どこだ、奥屋パーキングから始まって、ほんで山陽道走って国道432走って竹原、町並みに入って、でコンテナ設置して、で今日は今日で、道の駅に行った風景ですね。まあ道の駅行っても大したことできませんでしたけど、うん、一応ね中歩いたんですよ。歩いてみてね、さっきも言いましたけど特産品とかね、いろいろ売られてましたけど、まあまだなんかあまりあの賑わってる感じはなかったです。まあ、平日の朝なんでね、うん、あんな感じかなっていう、はい、まあ、こじんまりとした道の駅でした。うん、まあレストランが空いてたらね、ぜひとも今度行ってみたいなと思ったんですけど、ほんで竹原ってね、道の駅の他にあの海の駅っていうの、海の駅だったっけな、海の駅竹原っていうのがねあります。おそらくあれは港でね、竹原港かなんかに確かあるんだと思うんですけど、さっきナビでねチラッと映ってたんで、
まあ、海もあって山もあってね、竹原って本当広いよね。やっぱ竹原市っていうだけあるんで、市なんでね、大きいです。うん、広島県のどっちかといえば東部に位置する方かな、東寄りに位置するんですけど、もう竹原の隣が三原、三原の隣が、まあ、尾道とか、そうで福山、岡山、岡山県になりますからね。うん、まあ真ん中よりは若干東部寄りになると思いますけど、はあ、まあ安全運転でね、ぼっちらぼっちら帰りますよ。うん、積み荷が軽いんでね、まあ上り坂も普通に上ると思うし、はい、スピード出しすぎんように気をつけて帰りたいと思います。広いねこの左側も、ダイソーやら順天堂やらいろいろあるよ、メガネ屋さんもあるしね。まあ竹原の人はこの辺に来るんでしょう、買い物はおそらく。はい、といったところでね、今日は、今日はというか今日で終わりです、竹原シリーズ。はい、大したシリーズではありませんでしたけども、はい、竹原の街並みを走ることができてよかったです。はい、俺が大したことをしてないだけでね、竹原はいい街ですよ。はい、じゃあそんな感じで本日の動画はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。好きや食いて。さようなら。